第30回衆議院議員総選挙は、1963年11月21日に、日本で行われた、国会議員の総選挙である。この選挙は、当時の池田政権が推し進めていた、所得倍増政策、また翌年の1964年に控えた第18回夏季オリンピック、東京大会へ向けて、日本国内の政治の安定を期すために、 内閣総理大臣の池田隼人が国民への信を、問うべく解散、総選挙を断行したものである。この選挙運動期間中の11月9日、国鉄横須賀線鶴見事故及び三井三池三河、炭鉱炭人爆発事故というに、大重大災害事故が東西で同日に発生したことにより、池田政権は選挙運動の傍ら、この二つの重大災害事故に対応することにもなった。 選挙の投票日は11月21日の木曜日であった。これ以後、2019年時点に至るまで国政選挙が平日に施行された例はなく、現時点では最後の平日選挙となっている。投票時間が2時間延長されたが、投票率は当初の予想より伸びず前回を下回る71%に止まった。また投票時間の延長によって、 翌日開票になった地域が多く、投落判明は全国的にかなり遅れた。選挙の結果は前回と大差なく、自民党は6議席減の294議席、社会党は1議席減の144議席だった。池田内閣が信任された結果となり、社会党は敗北声明を出した。一桁になれば、回答かと言われた、民社党は6議席増の23議席となり、 一息ついた。共産党は二議席増の合議席だった。また、日ご通るなどの、いわゆる放末候補が大量に立候補したが、日後らはまともに選挙運動を行わず、野党候補に対する妨害は、もとより自民党内でもライバル候補への妨害に利用された。その結果選挙後に摘発され、社会問題となった。この出来事を受けて、あらゆる選挙においてその候補者が、 まともに選挙運動を行うかどうかに関係なく、マスコミ側は、放末候補一般を選挙報道から排除するようになった。野党第一党である日本社会党の立候補者数は過半数を大幅に下回っている。自民党社会党民社党共産党、無所属補欠当選、ありがとうございます。